支度は整っ、ああ十分だ。赤坂に乗り込むぞ。より、覚悟は良いな。覚悟、テイはすでに敵となった。道は分かたれたのだ。英月が満たされる前にテイ成功を止める、それだけだ。そうか、なら良いのだ。これはまた、なんとも多くの霊地が掌握されたもの。見事だなテイメ。まっとうなやり方ではないぞ。英月の魔力を用いているのだろう。このままでは。より、すまないが神田に寄れないか。私の用意していたものが役立つかもしれない。神田か、わかった。あら、まだいたわね宮本より。ま、ドロテアか。共に行くか。いいえ、行かない。伝え忘れがあっただけよ。日本橋に私の部下を待機させている。本当は他の役目を考えていたんだけれど、あなたの手伝いに回してあげるわ。必要なら声をかけに行きなさい。日本橋だな、助かる。道すがら手を借りるとしよう。頼む、セイバー。あ、見ろ、ギョリ、はぐれのランサーとアーチャーの霊地だ。今はキャスターの支配下にあるか。魔力の供給を断たれておるようじゃ。厳しい状況であろう。こちらに霊地を取り返してやれる余裕があればいいがの。
セット。それ弱い相手では無駄な。そんなそんな。やっ。せいこ。せいや。やっ。はっ。と。まあこんなものだろう。小説の策に乗るなら神田か。状況次第だが行ってみ。敵のまじないだ。気をつけろ。お任せくださいまし。私の思い受け取ってくださいまし。ん？イオリを助けてやってくれんか。感謝する、イオリ。これで伏せていた手が打てる。はっ！おお、霊脈を隠しておったか。見事な恩行じゃ。本拠での戦いに備えて神田につながる霊脈の一部を隠蔽しておいたのだ。私自身の戦いは終わってしまったが、あなた方の役には立つだろう。大した隠し玉だ。恩に着る。赤坂への新たな道が開けたわけじゃな。やるものだ、由衣小説。いつでも構わんぞ。さて、何とする。これは強力な仲間が増えたの。敵の仕掛けじゃ。こっちは準備万全だぞ。力を貸してやろう。ん？イオリを助けてやってくれんか。
恨みはありませんか。の魔力解放、どう料理してやろうかな。使いこなせておるようじゃな。気をつけよ、キャスターの魔力だ。何らかの魔術を仕掛けてくるぞ。なんだ、術を受けた感触だけはあったが、遅れて聞いてくるのじゃろう。おそらくは何かを封ずる術だ。用心して進め。破れる結界があるようじゃ。日本橋にはドロテアの配下がいる。さて、ここで。
先ほどお嬢様から使いが来た。手を貸せばいいんだな。なあ、頼む。敵は何も言わなくていい。俺は俺の役目を果たす。俺が働くのはお嬢様のためのみだ。それでいい。始まったか。危険。ツバメ返し。対応せずに進めるわ。悪いな、どうにも力が出なくてよ。霊脈を掌握されちまってたってわけか。で、お前らは赤坂に行くんだろ。だったらこいつを持ってきな。ほうほう、これはイオリであれば役立て。キャスターってのはよく知らんが、あの酒好きの魔術師殿には恩がある。だからそいつで一発張り倒して、悪い夢から目覚まさせてやってほしいのさ。君の思いしかと受け取った。礼を言うぞランサー。何、礼を言うのはこっちだ。また何かあったら呼んでくれや。ん、出よったか。霊脈の流れにも気を配るのじゃ。
指示を頼むぜ。これは強力な。
何？今の全力？敵が霊脈に干渉してある。何をされるかわからんが、悠長には構えておれんぞ。霊脈を断たれるような事態に陥れば赤坂にはたどり着けない。ならば春巡のいとまはないな。帝の元へ参るまで。破れる結界があるようじゃ。バケモン退治は単純でいいねえね。破れる結界があるようじゃ。始まったか。
無事で何よりだ。俺たちは先を急ぐ。あが、おっと、お待ちを。これ貴殿。さあ行きなさい、宮本伊織。きっとこれが最後の戦いになるでしょう。感謝する、アーチャ。礼には及びませんとも。私の力が入りような時には。従いましょう。ん？伊織。私の仕事は終わりか？赤坂の結界一つ、これを破り中へと入る。ああ、待っていろテイ。俺はここまでだ。あとはお前たちでやってくれ。俺には儀が終わった後でやらねばならんこともあるからな。助かった。だが皆まで言うな。手付けは受け取ったんだろう。セイバ、行けるか？任せておけ、より。
戻ってきたぞ、ユリ。頼む、セイバー。あ、立ち回りじゃな。敵の入れる隙間もないぞ。気配はない。て、人払いの術を使ったのか。そのようだな。英月の器は向こうだ。急がなければ江戸が飲み込まれかねん。汚れに触れぬよう気をつけよ。触るぞ。ああ、小説、貴殿は後ろに下がっていろ。心配無用だ。足手まといにはならない。より、ユイは本気だ。
傷つこうとも退くまい。今は義の終焉を見届けさせてやれ。そうだな、共に行こう。小説を急ごう。
さあ、ようやく追い詰めたぞ。何人にも英月を渡すことはできない。その願い、今ここで砕く。これはまた、いかにも冷酷非道の巫女らしい言葉じゃないか。過去も、そして今も、きっと未来においても、砕いてきた願いの価値を返そうとさえしない。貴様の御託に耳は傾けぬ。何を言われようと、私は私だ。最後に問う。キャスター、貴殿の願いは何だ？主の勝利を願うわけではないだろう。とてもそうは見えない。なるほど、僕の身命を探ろうという腹か。面白い。ならば答えよう。永遠に世界の全てを記録し続ける。それ以外に僕が望むことはない。全ては僕が僕であるために、己の実在を、足跡を証明し続けるために。証明？英月が砕かれれば、そこで儀は終わる。僕の記憶も記録も何もかもが水泡に帰す。それは、それだけは認められない。日の本の暁を記憶し記録した始まりのレコーダーとして。始まりのレコーダー、日の本の暁。なるほど、日の本の神話の記述者か。セイバーについてを深く知っているわけだ。神明を、日枝のあれと言ったところで分かるまい、無知なるもの。さて、我が新しき主よ、分かっているな？無論だ。すでに交わすべき言葉もなく、戦の場も整った。となれば、やることは一つだけだ。そうだろう、宮本伊織。どうぞ。
また記録が乱れた。面倒くさい奴らだ。マスター、あるだけ魔力をこちらへ回せ。これ以上あがかれる前に型をつける。構わん、使えるものは使え。ただし敗北は許さんぞ。ふん、それ根源すでに濃いて気象未だ現れず、名もなく技もなし、誰かその形を知らん。神羅万象、我が老気の網の内と知れ。九月遊園。固有結界、己の心象風景を具現化せしめる魔術の秘宝。よりセイバー警戒しろ。あやつが何を仕掛けてくるか。エイレイ、ノーブルファンタズムたる宝具を有した人類史の力、すなわち英霊などというものは全て人々の幻想をまとうことで成立するのだから、そんなものは引き剥がしてやるまでだ。神も竜も魔も人の世にあるまじきもの、あまたの術さえ人の世にあるまじきもの。僕の知る限り神秘などこの世には存在しない。僕の知る限り、お前はただの伝説だ。キャスター、今、何を。とはいえ、だ。お前はおそらく、僕の宝具とは相性が悪い。チェ、頑固者めが、宝具が効果を発揮しているうちに仕留めきるぞ、マスター。
治流で諦められるか。ち、うっとうしい。僕の記憶を乱すんじゃない。決め手にかけるか。ひるむな。確かに聞いている。その証に。セイバー、敵の術を破ったか。この程度のまじない、今こそ聞け。私はヤマトタケル、ヤマト最強の刃である。多くの王を、神を、魔を斬った。多くの命を奪い、多くの誉れを得ながら、多くの過ちを犯してきた。血が流れた、涙もあった、悔やんでも悔やみきれぬ道であった。それでも私が歩んだ道だ。命を閉じて我が妻が開いてくれた、ただ一つきりの我が道だ。その歩み、貴様ごときに消せはしない。自己の最低義だと。バカな、そんなふざけた芸当。やはり相性最悪だ。ヤマトタケル、お前は本物だ。お前という英雄は、僕がどういようともこの世界に実在した。そうさ、現実の陰にいつも神秘はある。ああ、空物幽霊の力ではかき消せぬか。僕の知る限り、お前は凡人に過ぎない。力を借りる、任せな。僕の知る限り、お前は記録にない。僕の知る限り、お前は偽りの存在だ。無駄だ。許せよ。私は私だ。私は今ここにあるがまま、剣を振るうのみ。おのれ、僕の記録を否定し続ける者たち、英雄ども。そこだ。押し切る。しまいだ。仕方ない。刮目せよ。来い。出番だな。我らが刃、引き立てる。そうだ。弱いな。やっ。はっ。相性が悪すぎる。マスター。ああ、必ず願いを叶えると誓ったのだから、俺は英傑を手に入れる。陛下の国を取り戻す。すべて持っていけ、キャスター。敵を排除しろ。了解。最悪の決心よ、退去の果てより鍛える。権限せよ。無闇に突っ込むなよ、より。
身将来ヤソマガツヒ。ヤソマガツヒ、逆祭の神だ。あろうことか神器をまとっているな。滅ぼせ疑心よ。大魔術の次は神殿を下ろすか。やることは同じだ。キャスターを切り、英月の器を壊す。キャスター、レイジどころか命を守るつもりか。そうしろと言ったのは本物だ。我慢しろ。何しろ僕は霊覚を捧げている。不満ヤンサー、ちょいと待ってな。イエイバルク、勝てるのか。無駄なものだったな。黄泉の穢れより生まれし、ヤソマガツヒの神。その名を王にたがわぬまがまがしさだ。チョコバカと飛び回る。撃ち落として叩くまでだ。奴の守りを砕く。老子、貴殿の助力無駄にはしない。我が一撃受けるがよい。今だ、受け。死は熟した。来い、出番だな。行くぞ。決める。ランサー、今行くぜ。イエイボルク。セイバー、すぐに行く。Yeah.
の魔力の高まり。二人とも私のそばへ。防御の結界を張る。敵の相手だろうと決して膝を折るものか。他でもない君ならば。それを言われると弱いな。そこで見ていろ、テイ。俺たちがあれを滅ぼす刹那を。行くぞセイバー。言われるまでもない。我が健康をその目に焼き付けよ。気をつけよ、仕掛けてくるぞ。あの動き、備え、何か来るぞ。了解！耶！Work！ 你别来！
このままではまずい。残念だ。より落ち着いて立て直せ。気をつけよ、仕掛けてくるぞ。出番だ。刻んだ時点で僕の負けか。まだジパングにいたの？この町を放って帰るのもためらわれるだろう。皆に迷惑ばかりかけてしまった。その上結局勝てずじまいとは。英月の儀なんて手段に過ぎないわ。ダメならダメで他の手段を選ぶだけよ。あなたも他を探したら？強いな君は。当然よ、私はコイエットの魔術師だもの。彼との共闘、本当なら早々に切って捨てるつもりだったのでしょ。途中で情が湧いたかしら。さあな。まあいいわ、あなたとはまたどこかで戦う気がするの。その時にまだ甘えを捨てきれないようであれば私が勝つだけよ、帝将軍。魔術師らしくないと笑われるわね。
どんな手を使っても俺自身の力で叶えてみせるさ、アーチャー。